いただきましてありがとうございました。スキマスイッチかなで歌わせていただきました。カラオケとかでももう常にランキング上位に入るような、あの常に愛される曲なので、あの、まあ、歌わせていただくのがすごい光栄で、今回本当に貴重な体験させていただきました。で、今回の歌がですね、ちょっとでもいいなって思っていただければですね、ぜひ高評価と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。と、お聞きいただきましてありがとうございました。岡田優希でした。